ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの拍手をいただきまして、本当に温かい拍手をありがとうございます。私自身自粛期間がありまして、皆様も自粛期間いろいろな思いをされていたと思います。私もふるさとに帰ってきたいなと思いながら、それでもやっぱり自粛をして、友人に会うことも控え、またおばあちゃんに会うことも控えようと思って過ごしてきましたが、今日こうして演奏会で会いたかった友人などが見えたり、またふるさとで帰ってこられることができて、本当に嬉しくて胸がいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。とても温かい拍手をいただきましたので、最後にもう一曲アンコールとして演奏させていただいてもよろしいですか。栄冠は君に。あ、栄冠は君に。ちょっと今日ご用意していなくて、また、はい、次回吹奏楽で演奏させていただきたいと思います。本日アンコールで演奏させていただきたいなと思っている曲は、村松崇継さん作曲の命の歌という曲です。この曲は音楽隊のコロナに負けるな YouTube 動画でも配信をして、たくさんの方に視聴いただいた曲です。とても命の大切さと、そして今だからこそ感じられる家族や友人、大切な人の温かさをまっすぐに伝えている素敵な曲です。それでは最後の曲聴いてください。命の歌。次はソロをフィーチャーした曲をお送りします。サクソフォンソロでイマジンです。イマジンはジョン・レノンが1971年に発表したソロアルバムイマジンのタイトルナンバーです。来月10月にはリハーサル音源を含む140曲を収録した完全版が発売されるなど、その魅力に限りはありません。世界を震撼させる出来事が起こるたびに、様々なアーティストが演奏しています。1996年爆破テロが起きた後のアトランタオリンピック閉会式ではスティービー・ワンダーが、2001年世界同時多発テロの追悼番組でニール・ヤングが歌いました。国境など差別のない人類の平和を願ったジョン・レノンの代表曲です。ソリストは山本哲平です。それではどうぞ。
楽しみに、そして私も励みに頑張ります。ありがとうございました。